公暦2010年8月10日、神聖ブリタニア帝国は日本に宣戦布告した。ブリタニアの最新兵器、ナイトメアフレームの前に、一月と持たずに敗れ去った日本は、自由と伝統、権利と誇り、そして、名前を奪われた。11。その数字が、新しい日本人の名前だった。僕はブリタニアをぶっ壊す。ターゲットはデルタ12よりデルタ14に入った。愚か者、直属を出せ。ナイトメアモだ。将軍とクロギス殿下が内緒にしていた何かをテロリストに奪われた。取り戻すのは簡単だけど、仲間もまとめて掃除をしたい。テロリストを泳がせればアジトがわかる。第三王子クロギスとして命じる。新宿決闘を壊滅せよ。あと30分。西口だ。線路を利用して西口方面まで移動しろ。誰だ、どうしてこのコードを知っている。誰でもいい、勝ちたければ私を信じろ。君は何者だ。名前だけだもん。これでチェックだ。我を求めよ。世界は我々黒の騎士団を裁く。作らねばナナリーだけでも幸せに過ごせる世界。ロイド、待てるか。お前のおもちゃだ。友達だ。どうだ、ランスロットと呼んでください。お前のやり方じゃ何も変えられない。私のところに来る。ブリタニアはお前が使える価値のない。だから僕は価値のある国に変えるんだ。ブリタニアの中から友達なんだ。貴様さえいなければ